1991年、ユーリー・ニコライエビチ・アファナーシェフは、ソビート連邦及び、ロシアの政治家、歴史学者。1934年9月5日、ウリアノフスク州に生まれる。1957年、モスクワ大学歴史学部を卒業する。また、1971年と1976年の2度に、渡り、パリ大学に学ぶ。資学博士、教授。 ロシア科学アカデミー会員。コムソモールとピオネールでの活動を経て、1954年にソ連共産党に入党した。上級研究員、ソ連科学アカデミー世界史研究所諸外国史文化史、部門長、ソ連共産党理論史、コムニスト編集会議メンバー、歴史部門主筆などを歴任する。1986年モスクワ歴史、古文書大学学長、 その後、モスクワ人文大学、学長。1989年ソ連人民大議員に、モスクワ州から選出される。アファナーシェフは、ボリス・エリツィン、アンドレイ・サハロフ博士、ガブリール・ポポフ、アナトリー・サップチャークラと共に急進改革派として、地域間大議員グループを結成し、共同議長に就任した。1990年市民行動運動。 ロシア民主党共同議長、民主会議、関係者などに関係する。1991年共産党を離党した。ゴルバチョフ期のソ連にあって、ペレストロイカの潮流の下、歴史の見直しなどで大胆活真摯な発言をし、急進改革派として行動した。歴史研究対象としては、歴史概論、フランス史、ロシア史、政治学、教育原理を及び教育史である。 ありがとうございます。